広島カープ塾始めます。今回はですね、ちょっと、まあ、ソフトバンクの話もちょっとしますと、カープと比べてやりますというふうに今回は伝えてありまして、それでの再開でもありますので、今回ちょっとソフトバンクとカープでちょっと比べてみようという点がありましたので、取り上げてみようかと思いますが、はい、お願いします。はい、で実はソフトバンク、まあ、金満でいろんな選手取ったり、まあ、高額な人たちもいるんですが、実はカープが成功していなくてソフトバンクが成功しているのは、育成ドラフトの選手たちの一軍の選手層が多いんですね。はい、なるほど。ソフトバンクの話が出てきたんで、ずいぶんカープとは違う、こうお金に物言わせる球団っていうんですかね、のパリーグ。セ・リーグで言うとジャイアンツ。はい、パ・リーグで言うとソフトバンクと。まあ、カープのお金がないとは言いませんけども、だいぶタイプが違うなと、最初思ったんです。まあ、共通項というと、はい、福岡と広島で近いなと、この両球団は。はい、まあ、そのぐらいしかないかなと思ったんですけど、まあ、塾長の話を伺ってると、実際、お金の力で、何か FA とかどんどん選手を集めてるよ。千賀投手の方をどっちかと忘れてしまいますね。甲斐捕手は、まあ、亡くなられた方、ね、野村捕手とか、阿部選手とか、はい、なかなか育成って言ったんで分かるんですけど、千賀投手も実は育成なんですよね。育成ですね。しかも育成で4位なんですね。そうですよね。なかなか、育成で4位でもう10年目っていうのはすごいですよね。すごいですね。で、年俸もまあね、3億とかですから。あ、ね、ここずっと10勝以上してましたもんね、そうですね、エースですからね、まあ、今年怪我がね、ちょっとだいぶ最近出てきたんですけれども、例えば名前挙げるとですね、例えば大竹耕太郎投手って、まあ、背番号10になった投手とかですね、はい、今年ブレイクした周東選手も育成なんですね。ああ、そうですよね。千賀投手からするとまず球が速いですよね。速いですね。160出て、育成で、打体もいいじゃないですか、187センチ、はい、林、はい。ダルビッシュの弟子なんですよね、確かね。そうですね、一緒ですね。ダルビッシュと大体オフは過ごすとかいうことで、あのカブス行ったダルビッシュですね。はい。だんだん球速くなってますよね。これ昔だんだん球速くなって。160キロか出なかったような気がする。出なかったですね。ですよね。まず三振取る能力が高いですよね。高いです。はい。イメージとしてはストレート、フォークですか、お化けフォークがありますよと。あとカットと、はい。カットですね。まあ、それじゃ今時のピッチャーですよね。今時のピッチャーですね。で、フォークボールで奪三振取っていくという形です、ね。はい。はい。それ塾長の方から大竹投手、大竹耕太郎投手と。はい。こちらも育成は、4位ですよね。はい。なんか4位の育成がうまくいくパターンが多いような気がしますけど、まあ、大竹投手もそうですね。ピッチャーでまず背番号10っていうのは目立ちますよね。目立ちますね。まあ、10とか1桁でも1とか以外のね、ピッチャーっていないじゃないですか、人。いないです。はい。1桁だったら大体11から始まるじゃないですか。はい。10ってなかなかいないですよね。いないです。ピッチャー10番っていうのはね。で、この大竹投手。ジェフィー3番ですよね。はい。大竹投手はどっちかというと変化球系ですかね。そうですね。打たせて取るタイプですよね。どちらかというと。ストレートも140出ないぐらいですよね。出るか出ないか。そうですね。出ないと打たれてしまうケースはあるので、欲しいんで、なかなか出ない。そうですよね。ですけど、まあ、多彩な変化球、コントロールで打ち取っていくと。そうですね、はい、まあ、全然千賀投手と違うタイプですね。全く違いますね。まあ、右と左も違いますので。そうですよね。チェンジアップが、ね、得意だったりしますよね。はい、ね、塾長がおっしゃったのは何でしたっけ、周東選手。甲斐選手です。甲斐選手ですね。次ね、甲斐選手のことを言ってましたね。これキャッチャーと、はい、そうですよね。まず肩が強いですよということですね。はい、このキャッチャー、甲斐拓也と捕手も、まあ、カープとの日本シリーズで、
あそこでもう全国ブレイクしてる感じですかね。そうですね、全国ブレイクな形なんですね。ね、肩がすごく強いですよと。はい。ですよね。で、ゴールデングラブを取りましたと。はい。これ育成枠という意味で言うと、千賀投手と同い年なんですね。そうですね、あの一緒にと入りましたので。4位、6位で。今年の育成すごいですね。千賀に帰って。正捕手とエースが実は育成ですと。そうですね、結構ソフトバンクは育成かなり取りますので、10人以上の間隔で取りますので、プレミアレーブン12か12ですね、はい、方にもこうプレミア12の方にも、出てますということですよね。で、背番号19と。でこれ亡くなった野村克也捕手が選出戦、まあ、野村監督ですのもそうですね。はい。だこう、まあ、自分の番号を背負ってくれてて、育成から上がってるっていうのは気に入ってるんでしょうけど、そうですね。褒めてましたよね。はい。もう偏ってるなと思うぐらいに。まあね、リードはね、ちょっと問題があって、結構外されちゃう、まだ状態なんですが、まあ、肩はピカイチですからね。そうですよね。バッティングもそんな悪くはないですよね。2割6くらい打ちました。今年はそうですね。今年は2割ちょっとしか打ってないんですけど、結局得点圏になったとき、まあ、特に接戦の得点圏になったときにはある程度打てますので、うん、打順的には8番とか7番とかってのですか。8番が多いですね。そうですかね。ああ、50と。このまあまあ正捕手ですよ。こちらの方と。はい。はい、あと次は周東選手ですね。周東選手です、はい、はい、これは17年、こちらはねちょっと年は違いますけど、3年目、17年目の育成2位ということで、ね、まあもう特に今年シーズン後半、2020年後半は周東選手スタメンと言っても過言じゃないですよね。もうスタメンで出て、そうですね、もうほぼほぼ打って出塁できてましたから、うん、結局40盗塁も超えましたから。そうですよね、ダイソーから始まった、守備固めダイソーから始まったキャリアですかね。そうですね。そうですよね。去年もプレミア12に出てますから。最初の年、去年2019年、25盗塁なんですよね。これもすごいですね。はい、上がって1月に25盗塁ですからね。はい。そうね。で、今年が、日本の記録を作るような感じで、連続試合盗塁するんですよね。そうですね。あと一軍で言うと、牧原選手っていうのもいるんですね、ソフトバンク。内野手で。ああ、そうですね。牧原選手も、はい、あれですか、育成ですか。育成ですね。これも10年なんですけどね、5位で。これ何があったんだろうっていうですね。まあ、競争でちょうど千賀投手が出てきて、自分もできるんじゃないかと思わせたんでしょうね、千賀投手が。ああ。なんかこう、心の。もうなんていうか、なんていうんですかね、こう制御みたいなものが、俺は育成だしというようなものが外れたんですかね。外れたような気がしますよね。はい。ということですよね。この戦力でこれだけのメンバーが一軍に来るんですよね、育成っていう中で入って。ね、牧原選手はスタメンと言っていいですかね、どうですか。まあスタメンも出ますし、代打でも出ますし、守備固めでも出ますよ。でも言い方が言うというのはですね、一軍枠にはまずは入っているという感じですかね。そうですね、一軍枠に入っていて、どうでしょうね、明石選手とか、まあ、カープでいうと上本選手よりもっとスタメンで出るタイプ近いかもしれないですね。出てる感じがもっと出ます、ね、だからどうでしょう、優勝した頃の阿部選手みたいなものですか。7番とか6番とか打ってる感じがしますよね。そうですね、ですね、もしくは1番とかライトとかセカンドとかも守れますので。あ、そうですね、阿部選手もね1番とか2番。そうですね、なのでそこら辺の選手のイメージに近いのかなと。まあソフトバンクもね選手層が厚いので、うん、そう簡単によほどの人じゃないとスタメン確約されてないので、まあ、UTT プレイヤーですね、牧原選手は、ね。UTT プレイヤーです、そうですね。そうでないと一軍にいられないっていうタイプ、先ほどの育成の人たちと違うのは、牧原選手にこれがっていう長所があるわけではないので。うん、そうですね、まあ、そこなんです。
そこが違う。いいですかね。なので、そうなんですね。もともとセカンドじゃなかったっけ？もともと内野ですね。ですよね、セカンド。はい。サード。セカンド、サードですね。そうですよね。でも出る機会がないので、一番ちょっと外野、特に去年、柳田選手がいなかったので、そうですね、そこでチャンスをつかんでという、一軍のチャンスをつかんでという形にはなるんですが。うん、一見タイプ的には1番とか2番って出そうな感じもするんですけど、出塁率っていうかファーボール選べない、ファーボールが選べないんですよね。そうです、なかなか選球眼の問題があって、そうですよね、出れないんですが、まあ、育成枠牧原選手いますよと。そうですね、こういう面ではまあ確かにね、ソフトバンクの育成の人数をかなりカープの 3,4 倍取ってますから、当然出るでしょって言われる可能性もあるんですが、うん、ソフトバンクの場合はそのドラフトの選手の枠と、はい、FA も取る球団なので、この中でも一軍に来るのは大変なはずなんですよね、正直。そうですね、別に育成枠が有利というわけじゃないですからね。そうです、なのでそういう面ではソフトバンクはコーチ陣ですね、2軍とか多分3軍戦も引いてますけれども、はい、こちらの評価が平等なのかなと。もうドラフトで入ったもんではないと。もうプロに入ったらドラフト1位も基本的には育成も関係ないと、うん、なんか出身というか門地というかこの学部はそうないっていうことですね。ないっていうことですね。要は入団した時のランク付けがありますから、うん、当然なんていうかな、2軍のレギュラーですよと。ドラフトの上位の、はい、即戦力級はもうここがスタートですと。育成はそうは言っても、はい、まあ、3軍の、うん、まあ、社会人とかとやる試合の試合をバナーで頑張ってください、はい、でも活躍すればひっくり返りますよと、うん、まあどうですか、選手としては、うん、いいんじゃないですかね、やりがいがあるんじゃないかなと。だって守られてるっていうドラフト1位だからスタメンだろって言われたくないでしょうからね。言われたくないでしょうから、それと目の色を変えて育成の側もできると思うんですよね。そうですね、契約してもらえれば、うん、2軍の試合に出れれば、うん、1軍が目に見えてくる感じなんですよね。そうですね、そうですね。でカープの場合はじゃあ育成の人数が、まあ、3人とか2人とかですよね、取られてる、はい、まあ、今回は1人だったりしますけれども、はい、その割には大森選手しかいないんですよね、私がもう記憶にある育成できちんと1軍で試合に出てるっていうイメージは、うん、なかなか上がってこれないということですね。結局、まあ、プロに入る契約をして、じゃあカープは2軍の選手は鍛えるけど育成は自分で這い上がってこいってやってないんですかっていう。そういう意味でカープアカデミーが、まあ、育成みたいな扱いなんですかね。扱いだから外国人はそこはちゃんとしてるのかな。そうですね、日本人で育成から上がってくるというのは、まあ、塾長の大森選手くらいしかいなかったということですかね。いうことですね。育成も3年くらいしか、もう3年ね、経ったら次もうダメだったらもう、ね、もう1回独立リーグ戻らなきゃいけなかったりするんで、要は支配下は勝ち取らなきゃいけないんですよね、その短い期間の間に。そういう面ではやはりここら辺の育成、もしはもともとじゃあ逆に育成取らないっていうならいいんですが、そうは言っても育成にチャンスを与えて結果、まあ、ほぼ一軍にいないんであれば、それチャンスになってるのかなっていうことは考えてあげないと。そうですね、そもそも選ばない方がいいんじゃないとも言えてしまうわけですよね。そうですね、去年のカープ、まあ、森下はね、ドラフト1位取りましたと。一方で育成の1位は持丸大輝選手ですね。はい。3番。右投げてる人。はい。キャッチャーですね。はい、育成の2位、木下元秀選手ですね。左投げ左1位、はい。こちらは、野手に転向。ピッチャーだけで、野手に転向と。そうですね、はい。で3位が梅コーチの息子さんですね。そうですね、はい。はい、まあ、ピッチャーです。下の投げでサイドしろと。そうですね。まあ、以前だと、長川投手の弟かなんかも入ったと思うんですが。このカープの、その、さっきのソフトバンクの育成枠で見てみても、周東先生、選手がいてみたいですね。強肩のキャッチャーがいてみたり、まあ、球が速いね、エースが。そうですね、なり。
バリエーションがすごいじゃないですか。こうバリエーションがすごいですね。もうとにかく秀でてる選手を取ったんだなっていうのが分かるわけですよ。カープいろんないい選手いますけども、なんかパターンが似てますよね。ピッチャーにしてもこう野手にしても。そうですね、もうズバ抜けたものだけの選手を取るっていうのがソフトバンクの育成なのかなと。もう足が速いとか、はい、肩が強いとか、なんか例えば左投げのサイドスローとかですね。そうですね、左投げとか一人ぐらいいてもいいかなとは思う。いいかなとは思うんですね。今回はまあ特に育成で取り上げました。まあドラフトの下位から上がってきてる人もいるんで、今回はちょっと育成というものが如実に、まあ人数も違うんですが、カープがちょっと育成のドラフトというものについては自分の中では、まあ、大森選手ぐらいしかいないんだったら逆に取らない方がいいのかなと思ってまして。そうですよね、その選手というかその育成の選手も人生あるわけですね。そうですね、逆に言うと入らないから諦めがつくってこともあると思うんですよね、ドラフトにかからなければ。そうですね、まあ、他の球団行くという手もありますからね。そうですね、他の球団が指名するという手もありますし、もう一回ね、例えば今回の栗林選手みたいにもう一回社会人で頑張ってみると、うん、もしくは独立リーグ行って声かかるまで頑張ってみるって方法はあると思うんですが、うん、そうですね、ここの部分がちょっとどうなのかなと。もうソフトバンクはたくさん取るって分かってる、でここでもう競争でダメなら諦めるっていうぐらいの人数を逆に取ってますので、まあ、そこら辺が塾長から見ると、まあ、ソフトバンクとカープの違い、まあ、ソフトバンクは優れてるということですね。私はそうですね、まあ、こういう方法があるんだなっていう、それはプロでの結果を出した人たちの人数がいる分だけ、うん、チャンスがあるなって、宝くじで当たるチャンスがあるなと思わせるんだろうなとは思いますよね。そうですよね、もう宝くじ当たる方法を買うしかないですからね、まんべんなく、なんかあるかもしれないと。そうですね、はい、でこれであれば当たってますから、当たってる人たちで、なおかつ3億、ね、2億稼いでる人たちですから、はい、その夢もありますので。そうですね、ちょっとそういうことを今回比較上で取り上げていただきました。これソフトバンクは千賀投手がまあ最初ね成功したと思うんですよ、順番からすると。そうです、はい、千賀投手の存在が大きいってことですね、やっぱりね。千賀投手と、そうです、甲斐捕手が次出てきた、ここが一番成功体験をソフトバンクも作った、うん、で当然その千賀投手たちをやったおかげで選手のやり方と選手の目の色の変わり方も分かったと。入ってくる選手たちも目の色を変えてやるから確率が上がりますよねっていうことでしょうね。で大竹投手とか牧原選手とか、周東選手とか、選手とかが、周東選手もね、使われ方最初ね、外野だったりセカンドっていい、なんかこう落ち着かなかったですよね、キューバの時。そうです、打順も落ち着かなかったですし、やっと最近落ち着いてきましたよね。そうですね、ようやく、そうです、あと落ち着いて打席にも入れるようになりましたので、はい、まあ、急にね、代打使われて交代ということがなくなりましたので。そうですよね、そうですよね、はい、ここが大きいなと、はい、こういった感じなんですね。陸上今回はまあ、ソフトバンクのなんて言っていいんでしょうかね、まあ、育成枠からの選手の活躍の仕方が、はい、カープと比較したら、ね、そうですね、どちらかというと今回ソフトバンクと比べるのはその選手の使い方とか育成の仕方がまずはちょっとこのオフはメインになってくるかなと。試合がね、はい、日本シリーズまではないので、まあ、日本シリーズ終わってしまえばまた試合もないの で、ちょっとここと比較してみようかなと、うん、じゃあ今後ともちょっとソフトバンクの話も、まあ、カープとソフトバンクの話、特にソフトバンクの話の時はカープと比較するのいただけということですかね。はい、はい、わかりました。塾長ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。